レストランにてバスケットに入ったハッシュパピーハッシュパピーはコーンミールがベースになった生地を小さく丸めて油で揚げた香ばしい料理である。しばしは魚介料理や他の揚げ物料理の付け合わせとして提供される。別名はコーンブレッドボール。トウモロコシの粉を料理に用いることはネイティブアメリカンによって始められた。トウモロコシを最初に栽培したのもネイティブアメリカンで、 あった。ジェロキー族、地下層族、クリーク族、セミノール族の料理から、南部料理に導入されたトウモロコシの調理法は二つあり、一つは、引いて、コーンミールにする方法、もう一つは、アルカリ塩に石灰を加えたものにつけて、ホミニーと呼ばれるものに加工する方法であった。後者は、ニシュタマリゼーションとして知られる、穀物をアルカリ水で処理する、 ネイティブアメリカン独特の技術の一つである。コーンブレッドは、とても安価な上様々な大きさや形で作ることができたため、南北戦争の時期に人気があった。コーンブレッドは大きく膨らんだ、柔らかい塊にすることも、簡単な軽食向きの揚げ物にすることもできた。京南東部のネイティブアメリカンの人々が食べている、最も重要な料理のうち、 誰もが思うよりもずっと多くの料理が南部地方の黒人と白人に食べられているソウルフードになっている。ネイティブアメリカンのボイルドコーンブレッドは現在南部料理でコーンミールダンプリングやハッシュパピーとされる。ハッシュパピーはアメリカ合衆国南部で広く親しまれており、魚介の揚げ物を提供するレストランであればアメリカのどこでも入手できる。最初に ハッシュパピーという単語が使われた記録は1899年まで遡る。その名前はカルード、釣り人などが野外調理やフィッシュフライをする間、簡単なコーミールの生地をあげて、ハッシュザ・パピーズ、つまり子犬を静かにさせるために犬に与えて食べさせたことが由来であるという。他の伝承では南北戦争に遡り、 南部連合支持者の兵士たちが彼らの犬が吠えるのを止めさせるためにあげたコーンボールを放っていたという。典型的なハッシュパピーの材料はコーンミール、小麦粉、卵、塩、重曹、牛乳、またはバターミルク、そして水である。玉ねぎやわけぎ、ニンニク、カーネルコーン、唐辛子を加えても良い。パンケーキ生地が使われることも使われる。生地をよく混ぜ。 ドロッとするまで調節し、スプーン一杯分を油に落とす。小さい塊がカリッときつね色になるまで揚げ、冷やす。ハッシュパピーは海鮮料理やバーベキュー料理と一緒に提供され、一般的には家庭で作られるか、家庭料理を味わえるレストランで提供されている。プエルトリコのポンセにて皿に乗った12本のプエルトリコのハッシュパピー、ソルリトスの前菜ジャマイカでは、 このようなパンがフェスティバルとして知られる。それはコーンミール、塩、砂糖でできており、コッペパンの形で揚げられる。これは砂糖を使っている分、ハッシュパピーよりも甘い。ジャークスパイスにつけた鶏肉や豚肉とともに提供されるほか、大抵は魚のフライや唐辛子と玉ねぎの酢漬けで作ったソースをかけた魚のエスコビッチと共に出される。プエルトリコでは、 短いソーセージの形をしたハッシュパピーがあり、ソルロスやソルリドスと呼ばれる。ありがとうございます。